500日連続ですね、今日は。こんばんは。ありがとうございます。500日を見てありがとう。嬉しい。流れ星ゆきありがとう。 I love you ハート星ありがとうございます。わっ待ってすごい、ありがとうございます。とめぞうさんありがとう。うわーすごいびっくり、ありがとうございます。タワーすごい、タワーだ。ありがとう500日タワー。いやいつもねもう見に来てくださって、私の方こそもういつもありがとうございますですよ。とめぞうさんありがとう、嬉しい。もうね出会ってからずっとずっと配信見てくれてて嬉しい。お忙しい中本当に時間を割いて会いに来てくださってありがとうございます。いつもありがとうだよ。500日とめぞうさんありがとう、ありがとうございます。タワーはねありがとう、嬉しい。皆さんもありがとうございます。ありがとう500日おめえってありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。 ありがとう500日おめえ、皆さんありがとう。そんな今日はねまつげをできなかったっていう、なんかビューラー私のビューラーどこかに行ったの、本当になんか消えたの。私昨日までポーチに入れてたんだけど、多分なんか何かに紛れちゃったか何かで、残念。今日もだからまつげない、そうビューラー1個しか持ってなかったから。そう画質いいですか、なんでだろう、近いからかな、ライトかな。そうだからちょっとまつげ上がってないっていう、ちょっと目力かけちゃいますかね。イコラブさんそうね、すごいもう素敵すぎますよね、すごいテレビで見れるってすごいですよね。わっありがとう、アワード2023かな。大輝さん、大輝くんありがとう、ありがとうございます。嬉しい、お疲れ様。あお誕生日、おおすごいいっぱい文字ついてる。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリンゴさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。皆様ありがとう、100日おめでとうありがとうございます。おめでとうございます、花束ありがとう、ありがとうございます。いえいえこちらこそですよ、いつもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。本当にいつも配信してくれてありがとうございます。いやもう本当にねこちらこそですよ、皆さん見に来てくださってありがとうございますですよ。個別お話し会からたくさん応募したけど、あーそっかそっか、ありがとう応募してくれて。今ね絶賛今日受付中だから、そうそうまた皆さんとお会いできれば嬉しいですね、嬉しいです。くまちゃんありがとう、星ありがとう、リハ頑張ってるよ頑張りますね。こんばんは、こんばんは。今日ね500日連続だったから体力取っておこうって思ったけど、ちょっとね睡魔がどこかできそうな気がして怖いね。500日ってすごいよね、あっという間なんですよ、気づけば500日って感じで。お、バイト6連勤お疲れ様、
疲れね。あ、シェアついあれかしますね。ついてた。ありがとうございます。皆さんがね、来てくださるからね、できるんですよ。シェア。申し込みました。初めてゆかちゃんに会えるのがドキドキです。嬉しい、ありがとう。この間は配信来てくださっててね、出会って嬉しい、ありがとう。500日おめ、ありがとう、ありがとうございます。配信するたびに1日気にしたら500円玉になってるんだね。だね、500円玉やったらね、とりあえず食べ物は買えるよね。こんばんは、まあまあ、ランチぐらいはできそう。こんばんは、大阪ね、楽しみ。あ、お誕生日待ってたよ、教えてくれてたからね。行きます。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear もーちゃん、 Happy birthday to you、おめでとうございます。おめでとう、いつもありがとう、出会ってくれてありがとうございます。素敵な一年にしようねおめでとう、皆さんもありがとうございます。花束もありがとう。フィノさん、はじめまして、村山由香です、よろしくお願いします。森夏さん、こんばんは、よろしくお願いします。500日おめ、ありがとう。初めて見ました。あ、嬉しい。ミルテンさんのファンの方ですかありがとうございます、よろしくお願いします。ちょっと壁との距離感近いかも待ってたよ。当たり前ちゃん、早く話したいね。ちゃーちゃん、ありがとう、欲しい、ありがとうございます。やっほん、500日ね、ありがとうございます、嬉しい。皆さんありがとう、500日おめ。背景がにぎやかでいいね。ツアー行きます、やった、ありがとうございます、嬉しい、会えるの楽しみに待ってます、嬉しい。前髪、あ、確かに前髪はね、今日はいい感じですよ。横上も含めてなんかね、結構いい感じに流れてくれてます。今日お家出た時にさ、ちょっとだけ風吹いててさ、もうこうやって守ったもんね。一日の終わりまで前髪保ってくれますようにっていう。朝巻いただっきりだよ、巻いたっきりで私今日これだったから耐えてくれましたね。500日おめ、ありがとう。そう、嬉しい。今日は多分目元の印象が柔らかい気がする。目力があんま黒いののっけてない、マスカラとかしてなくて。お、バイトの皆さんにこの YouTube 布教してやって、ありがとう、嬉しい、嬉しいね。好きになってもらえますようにだ。ツアー東京行きますって、推し面決まってないんだけど、すごい楽しみ。おお、ありがとう。ちなみに私のペンライトカラーは赤です。嬉しい。でもまずはね、もうライブを楽しんでいただけるっていう、いただきたいっていうのが一番だから、何色でもちなみにね、ちなみに赤ですっていうだけなのでね。500日おめ、ありがとう。小倉彩香ちゃん、ありがとう。くんまん、お疲れ様、ありがとう。ちなみにだからね、一緒に対面行く友達に優香ちゃんの対面追加しててお願いして、嬉しい、ありがとう、嬉しい。一緒に
会いに来てほしいな、連番で。その時はいいの、あかん、いいの、ありがとう、嬉しい。頑張って見つけますね。ありがとうございます。嬉しい。髪色赤に染めていこうかしらって、いいじゃん、いいね、いいね、ライブに向けてね。赤い服買ってよ、最高。私もこの間ね、赤い服買った。何かいいタイミングの時に着れたらいいなと思って買いました。ハート、ゆき、ありがとう。嬉しい、ゆうがちゃんレイに並ぶの楽しみで、嬉しいよ、嬉しすぎる。服ね、寒そうだよね、ツアーの期間は。結構今はちょっと暖かかったりもするけど、多分さすがに寒いと思う。3連番、おお、ありがとう。3連番楽しみだ。500日雨、ありがとう。ハート、雪、星、ありがとう。ありがとうございます。半袖絶対寒いやん、絶対寒いよ。ステージの私たちは半袖かもしれないけどさ、踊ってるからね。そう、はいはいはい、ああ、大雨だっていつかは晴れるから、大きな傘さしてあげる。皆さん、きっと青いの MV 見ていただけましたか？どうかな。アイラインだけ足したくなってきた。なんか締めはないよね。あるかな。私ね、基本いつもここに座ってるからさ、近くにねあるのさ。さすがにちょっと鏡が遠かった。はいはい。じゃじゃらじゃじゃん。はいはい。じゃじゃらじゃじゃん。じゃ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 。なんかフライハイってか、きっと青い見るとすごいなんかテンション高くなるよね。ルンルンになる。さやちゃん、ありがとう。くまー、ありがとう。お疲れ様、ありがとうございます。好きな曲増えた、嬉しい。出して、あ、ちょっと閉め、食が入った。ね、楽しい。みんながなんかみんなの笑顔につられて笑顔になるっていう。そう。一番再生してる？嬉しい。ありがとう。うわー、待って、ありがとう。ハマジさん、ありがとうございます。嬉しい、タワーありがとう。いつも本当にありがとうございます。2月に入って仕事が忙しい東京を越えて、久しぶりに来たら500日、おお、おめでとうって、ありがとうございます。お仕事お疲れ様。12月ってさ、やっぱり年末のね、こう向けての仕事が多分忙しくなってるんだよね。ありがとう。そんな中500日の時見に来てくださって、いつもありがとうございます。もう配信でね、もうハムジさんの名前を見かけるととても嬉しくて嬉しくてたまりません。いつも本当にありがとう。タワー、ありがとうございます。今日もお疲れ様。あ、500日、今なったね。おお、500、わー、テロップも500、ありがとうございます。ありがとう。出たわ、
あれ、あ、はた、しげちんさん、ありがとう、ありがとうございます。いつも配信見に来てくれてありがとう。もうね、あのしげちんさんはもうすごくね、配信を通して、配信以外でもだけど配信を通してね、一緒に過ごせている時間がすごく長いなって感じるの。本当に嬉しいです。そのね、過ごせている時間がとても幸せです。いつもありがとう。この間もね、サイン会とかライブとかでもね、毎回来てくださって本当にありがとうございます。これからもよろしくね。パワーありがとう。500ありがとうございます。嬉しい。500日おめ、ありがとう。 I love you。 ありがとう。あーにゃーさんかな、はじめまして、村山由佳です。ありがとうございます。嬉しいね。500日って実感湧かないけどね。500日おめ、ありがとう。とと丸くん、ありがとう。お疲れ様だ。わあ、すごい、お名前も500日って書いてある。記念すべき500日に立ち会えて嬉しいよって、嬉しい。おな、ね、その日が誕生日だなんてもっと嬉しい。500日も続けてくれてありがとう。ゆうがちゃんのおかげでいつも頑張れてますって。なにこれ、待って、すごい、すごいんだけど、待って、ありがとう。なにこれ、ありがとう、ジェフさん、わー、ありがとう、ジェフさん、待って、ありがとうございます。すごい、待って、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと改めてコメントもう一回読むね。500日も続けてくれてありがとうって、ゆうかちゃんのおかげでいつも頑張れてますって、本当に本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。もうね、そんな、私はもうそんな、もうね、逆だよ本当に。もうジェフさんがさ、もう出会ってからもうね、欠かさず来てくださるじゃないですか。来てくださるし、いろんなところで、特になんだ、オンラインとか対面とかもね、会えたし、お話し会とか、そういう直接言葉をいただける機会とかでも、そのなんだ、ジェフさんの言葉一つ一つがすごく嬉しい言葉を私にかけてくださるから、とってもやっぱり話してて楽しいし、もっと話したいっていつもなってるし、嬉しい、ありがとう。これからも一緒に過ごせていけたら嬉しいです。ありがとう、頑張るね。もう大きなステージにたくさんジェフさんをね、と一緒に過ごせるように頑張るから、これからもよろしくね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。いっぱいに行くね、ありがとう。頑張っちゃうよ、頑張る。いや本当にね、初めての、古刹の時にね、こう実際の対面的にね、初めましてできた時からもうすごく一回でね、お顔とね、お名前とすごい一致できたから、その後の対面とかもすぐなんかジェフさんって分かったし、なんかそういったね、こうなんかこう、私もなんかジェフさんって分かったっていうことがすごく嬉しかったし、嬉しい。これからも頑張るね。ありがとう、どうも、ありがとう。どうやってお返ししたらいい？もう届いてるかな。ありがとう、すごいびっくりだ、ありがとう。本当にたくさん、配信とかでも素
ステージとかでもお返しできるように頑張ります。ありがとう皆さんもありがとうございます。500日おめでありがとう。ねえ、すごいすごいびっくり、ありがとうございますくなっちゃった。500日おめでとうございますって、ありがとうございます、ありがとう。ちょっと今日はすごい連日連日何回してるんって感じなんやけど、今日ももうちょっとしたらねカラオケ配信しようかなと思っているので、ありがとうございます。すごいよ、私今月めっちゃカラオケ配信してるめっちゃしてる、ありがとう。ね、俊作さんありがとう、メリークリスマス、ありがとうございます。よしきくんありがとう、星ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。カラオケブーム、その中でやっぱこうツアーに向けてさ、こう喉鳴らしみたいな、鳴らしというか、まあ歌う数もさ、うわー待って、えすごい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、オベロンさんありがとう、ありがとうございます。わー、ファーストツアー成功がもう兼ねて、ちょっと早いけどクリスマスプレゼントってありがとう。いやー、かわいいクマちゃんをありがとうございます、ありがとう、いやーもう本当にね、いつもありがとうございます。で、楽しみってコメントもしてくださってる。改めて500日達成おめでとうって、オベロンさんありがとうございます。24日考えたやつは、いやーもう全然もうそんな、もう私のためにそんなことまで考えてくださってて、ありがとうございます、本当にありがとうございます。もうね、オベロンさんともうなんだろう、出会ったのがもうなんかすごい、出会ってからの、出会ってから今日までのね日数がすごくね早く感じる。もうなんかすごい、もうこんなに一緒に過ごせているのというくらいにね早く感じるんです。いつもねたくさん配信ね会いに来てくださってて、なんか初めの頃とか今寝てるのかなとかさ、アバターで話してたのが懐かしいよね。もうそんなことを話したのが最近のような、遠い昔のような、なんかすごくね本当に毎日会ってくださってるっていうのがすごくね嬉しいですし、なんかこうね、お話し会とかでもすごくね私のこと心配してくださるじゃないですかね、懐かしいよね。そう、なんか心配してくださってて、なんか大丈夫みたいな、無理しないでねとか、なんかそういった言葉をかけてくださるっていうこと自体がもうそのオベロンさんの人柄の良さというか、もうすごく素敵な方なんだろうなっていうのがすごくもうなんかにじみ出てて話してても、こういうコメントとかでもね、本当にねすごくオベロンさんと出会ってすごく私も幸せだし、出会えてよかったなって思ってます。いつもありがとう、オベロンさんありがとう、嬉しい、ありがとう。眠そうな時が多かったからねそうだね、ちょっと今日はね眠くないように、多分眠くないとは思うけどね、そんな時でもね、いやオベロンさんも絶対眠いはずなのよ、もうこの時間ね夜遅くまで配信してる時とか、それでもねね見てくださってるっていうのは本当にね当たり前のことじゃないので、いつも本当にありがとう、嬉しい。直近では16日のサイン会もよろしくねって、ありがとう、よろしくね、嬉しい。またお名前も書けるだなんて、ありがとうございます、本当にありがとう。クマ
ありがとうございます、本当にありがとう、嬉しい、ありがとう。アバターのまね、ありがとうございます。これからも頑張るね、バイついてきてほしい。ありがとう、皆様ありがとうございます、ハートもありがとう。すごい、こんなにも皆さんに愛していただけていて、なんか幸せ者だなって感じます。私はなんかここ最近、ここ最近っていうか、なんだろう、ニア充に入ってなんかさらに感じますね。福岡の時とかももうね、すごく周りのお友達とかにすごいね素敵な子しかいなくて、今でもね連絡とかしてくれたりするから、本当に恵まれているなって感じていたんですけど、このニアジョイに入ってからさらにこういろいろな方々と出会って、もちろん皆さんとも出会えてて、もうなんかこんな幸せなことってね、本当にね、なんだろう、奇跡のつながり合いっていうか、巡り合い、巡り巡ってこう出会えているわけだから、皆さんとも本当になんか幸せだなって思います。ありがとうございますね。すごいたくさん盛り上がってる。すごい大盛り上がりをありがとうございます。たくさんありがとう。ゆうかちゃんと過ごす初めての冬とっても楽しいよって、嬉しい、ありがとう。私も冬過ごせて嬉しい。いや、ありがとうございます。盛り上がれーって、大盛り上がりだ。ありがとう、本当に自分たちもゆうかちゃんと出会えて幸せで、ありがとう。もう私の方がもう何十倍もね感謝でいっぱいですよ、もう。うん、ありがとう。私って語彙力っていうと、こういう時こそワンワンとか言っちゃうけど、ちょっと気にしないでね。すごい大きなクマさんですね。レジーン、ありがとうございます。皆さんね、本当にね、このルームがすごくね温かいからね、私はこう500日もね続けられているんですよ。すごい通知がお休みモードしてます。ゆうかちゃん可愛すぎて学校でめっちゃ普及してる、え、嬉しいんだけど、ありがとうございます。嬉しい、学校のお友達さんも村山ゆうかのこと知ってくださると嬉しいな。笑い声聞くだけで幸せ、嬉しい、ありがとう。いや、もうね、これはもう努力とかもう、そう、もう全然ね、もうね違うのよ、もう全然よ、もうありがとうございます。これはもう皆さんがいてくださるからこそのルームですから、これ皆さんと一緒にこう作り上げることができた500日ですのでね。500日中さ、私ってどれくらい眠そうな顔して配信してるんだろう。いや、夜の配信が多いからさ、2日に1回ぐらいの割合だったらちょっと悲しいな。どれくらい眠そうに配信してるのかな。ねえ。ハートありがとう、ありがとうございます。まあ、3割はこう確かにありそうね。え、学校で初めて話したことの共通点がニアジョイだったんですか、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、嬉しいな。眠そうな顔するよね、ライトつけてないと眠そうに見えるのよ、さらにね。今日はどういう系を
今日はどういう曲を歌おうかな、全然決めてなかったですね。本当に眠い時はね、配信でも5回くらいあったから、もう耐えられない、やばい、もう今目閉じたら寝るっていう時が5回くらいあった、500日の中で。そうだから今日は500日配信だったし、昨日の iPad の充電が結構ピンチだったので、お家を出る前に充電器を挿しました。いつもはね、お家出る前に挿さないんだけど、今日挿しました。 100% です、バッチリし。だからどれだけ歌っても充電が減ることはない、充電がピンチになることがないです。ゆうかちゃん系でニアジョイ知ってくれたの、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ちょっと暖房つけるね、足が冷えてきちゃいました。わ、ありがとう、小倉彩香ちゃん、ありがとうございます、嬉しい、すごい、もう何日連続ってくらいで会いに来てくれてるし、タワーもありがとう、いつもたくさんありがとうございます、ありがとう。今日もカラオケだよ。カラオケ行った気分になれるかな、ありがとう彩香ちゃん、いつもありがとうございます、嬉しい。今日も馬先でニアジョイの曲流して、おー嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。私のさ、お兄ちゃんもさ、なんかニアジョイの曲流してくれてたみたい、なんかそう嬉しいね。私の利き手は左手です、左利きが大体メインかなって感じですね。カラオケもうしちゃう、どうする、どうしちゃう。まあまあ、私の喉の限りって感じなので、まあ一旦しちゃおうかな。よいしょ、足冷え冷え、ちょっと寒い、足だけ。ポケットの中にはビスケットが一つ、ちょこちょこ右利き疑惑。まあね、確かに球技がね、球技というかスポーツがね、ちょっと右率が高いから、半々ぐらいになってる可能性はあるよね。私の末端冷え性が本領発揮してる。何歌おうかな、お水ね、そう用意してあります。300ml くらいしかないけど、まあ2時間で足りるでしょうという感じです。そう、包丁はね、お母さんがね、ちっちゃい時に直してくれてたんですよ。なかなかね、こう教えるのもさ、こう一緒に料理するのもさ、左だと教えられないからっていうのでね、右で直してくれてて、ハサミと包丁はなんか右なんですよね。シュキピ、夏まとめ、あの子、モメンタ、空白の花、お祝い系、トリガー、ポニキュル、いいね、いっぱい歌いましょう、いっぱい歌おう。よいしょ、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 いいね、ポニキュル、ルイツ、スマート、たくさんありがとうございます。あ、イヤホン挿しました。事後報告か、意味ないよね、イヤホン挿すときってさ、ジジジジジみたいになるでしょ。ちょっと事後報告になっちゃった。あ、シキペも多い、あの子も多い、わかりました。優しい、ありがとう、優しいな。じゃあ、検索検索、じゃあまず1曲目はこちらで、それでは聴いてください、シュキピ。Yeah.
ないけれど見ちゃってます。もう見慣れた君の愛に名前誕生日このモデルちゃん、いつフォローしたの、こんな人がタイプなの。私だってあん好きな服好きな色で狙い撃ちしたかったな。 Thank you。 もう好きだな好きだな好き好き好き、本当は振り回したいよ。たまらんたまらんたまらんすぎる、じゃあ騙しつでも続いてるからちょっと連続でいっちゃおうかな。ありがとうございました。じゃあちょっとまた後ほど皆さんのギフトを読ませていただきますね。ちょっとせっかくなので、続いてはじゃあこちらでいきます。かわいい系で連続でポニーテールキュルン。最後のタイミング、可愛い色詰め